クイのピラミッドは古代エジプトの墳墓建造物。エジプト第一中間期の初期頃に作られたと推定される。ダフラワシスの入り口近く、中エジプトのマンファルート近郊のダーラにある王家の墳墓群に位置する。通常、おそらくは、紀元前2150頃に君臨したエジプト第八王朝期の支配者であったクイによるものとされる。クイのピラミッドの構造は、 主要なピラミッドのような泥で作られたレンガによる外壁と墓所で構成されており、現在では完全に崩壊している。この崩壊したピラミッドが最初に言及されたのは、1912年のエジプト考古学博物館の論文上であった。ピラミッド構造は1946年から1948年にかけ、エジプト学者のレーモンベイユとアフメドカマールによって調査された。 この構造の崩壊状況と不定型的な建造物に起因して、カーマルはこれが巨大なマスタバであると確信したが、米ユはピラミッドであると考えた。今日では一般的にはピラミッドであると考えられているが、未だどのような墳墓に類するか正確に確認されておらず、これがマスタバであったとの推定も除外できない。このピラミッドでは誰に属するか示す名は発見されなかったが、 雲母発掘調査によって、ピラミッドより南方の位置からカルトゥーシュが刻まれた石のブロックが発見されている。WJ、木。このブロックは北側にあるピラミッドの痕跡であり、ピラミッド構造物の総裁伝に由来すると考えられる。一般的には杭がこのピラミッドに埋葬されていると受け入れられているが、未だ証明されていない。セクション・オブ・ザ・ビルディング。 保存された壁と仮設上の当時の高さ今日、残されている遺跡は階段ピラミッドの一段目に見るが、上節で述べた通り、この遺跡がピラミッド構造であったと断定することはできない。さらにはこの構造物が完成していた、どうかも不明である。主となる構造物の見取り図は長方形で、146メートル136メートルである。 泥レンガで作られたピラミッドの壁は内側に傾斜しており、最厚部では35メートルとなる。この巨大な外角の角は極率半径23メートルで丸められており、内部空間はおそらく土と砂利で埋め尽くされていた。これらの値を考慮すると、もしこの建造物が真に階段ピラミッドであった場合、この基部は階段ピラミッドとしてよく知られる。 ジェセル王のピラミッドより大きなものとなる。また、マスタバであった場合でも、著名なシェプスセスカフのマスタバアルファラの大きさを超えている。構造物の北面は水平な廊下で、地平に入り口があり、構造の中心までまっすぐ伸びている。廊下は地下へと降りる回廊へと続き、この回廊には石灰岩が並べられ、上部には11のアーチがあり、石柱で補強されている。 回廊は最終的には構造基部の中心にある原質へと続く。長方形の原質は地下8.8メートルに位置し、長方形で3.5メートル、7メートルの大きさである。この壁は粗雑に加工された石灰岩ブロックでできており、おそらくは金剛のより古いエジプト第六王朝期のネクロポリスから運ばれたものである。 発掘作業中に発見された地下墳墓は完全に空であり、明らかに洞窟されており、古代のうちにほぼ破壊されていた。このため、実際にこの場所に誰が埋葬されていたか不明なままである。現出の構造は、第三王朝まで遡るベートハラフの境一マスタバボと多くの共通点が見られる。主要な構造の北側には瓦礫となった。 建造物の遺跡が見つかっており、おそらくはもともとピラミッド構造の一部である、総裁殿であった。しかしながら、これらの遺物は信頼できる、遺跡建造物の再構築には十分ではなかった。遺跡の一部である周壁の泥レンガもまた、発見されているが、これらは、現代のダーラの存落の下となっている。ありがとうございます。